こんにちは、速稼塾の久保でございます。今回はスキャルピングのことについてちょっとお話ししようかと思います。スキャルピングっていうのはね、投資に用いられる、特に FX に用いられる手法なんですけども、数秒とかね、数分間というすごく短い間に、売買を何度も繰り返してですね、で、利益を積み重ねていくっていう手法なんですよ。まあ、ですので、ものすごく忙しいというところはあります。短期的に集中してガガガッとやるんですよね。まあ、もともとこのスキャルピングのスキャルプっていうのには、頭皮を剥ぐっていう意味があるんですよね。つまり薄い皮を剥ぐように少しの利益をたくさん積み上げていって、言ってみればこういったね、薄い紙を積み上げて大きな利益にしていきましょうみたいなのがスキャルピングだというふうに言えるんですよね。で、スキャルピングの勝ち方のコツなんですけども、まあ5つぐらい段階がありまして、1つ目はね、まず利確ラインを決めましょうっていうのが1つなんですよ。この利確ラインを決めるのが難しいんで、まず最初にここでつまずいちゃうんですけどもね。まあでも話を進めさせていただくと、第2番目にロスカットラインを守りましょうってことになります。これまあ私の FX の相場解説を見ていくと、エントリーした瞬間にロスカットラインを決めましょうってことをお話してるんで、これはね、どの世界でもロスカットライン、つまりは、最大の損失額を決めておくっていうのは大事なことだなと、資産防衛で大事なことだなと言えると思います。はい。で、3つ目なんですけども、通信環境の良いところで取引しましょうっていうことなんですよ。通信環境が悪いと、間違ってね、決済されたりとか、間違ってエントリーとかされちゃうんですよね。で、あとは、機材もちゃんと、正確に扱うことですよね。例えばね、私、スマホの取引あんまりしないんですよ。全然しないです。で、あんまりおすすめもしないです。というのが、スマホって、バックグラウンドで動いてる可能性があって、それがね、なんかの拍子にパンと当たってね、動いちゃうことがあるんですよ。で、そういった、危険もありますんで、やっぱりね、トレードって言ってお金に関わることなんで、デスクの上で落ち着いて時間を取ってやるべきだと思うんですよ。時間を取るのも2、3時間取るってわけじゃなくて、トレードする間っていうのは他のこと一切しない。10分でも20分でも、そういった環境でトレードに集中できるようなね、もう本当に短い時間なんで集中しましょうってことなんですよ。で、逆に長い時間集中できる人はすごいと思います。2時間とか3時間とかね。もうそうなるともう、完全な専業トレーダーだと思いますけども、私は全然専業じゃないんで、1日に、まあ、10分とか20分ぐらいは集中しようかなっていうところですけどもね。はい。で、通信環境もだからいいところがいいと思いますし、スマホでやらないっていうのも一つだと思います。で、4つ目なんですけども、スキャルピング公認の FX 講座を使った方がいいと思いますよね。スキャルピングをやりますよっていうふうな講座です。これ私スキャルピングをやってないんで、具体的にここですよって言えないんですけども、まあ DMMFX とかはやってるんじゃないかなと推測しますね。で、最後、5つ目。これは何に対しても言えることですけども、手数料の安いところでやりましょうと。スキャルピングって取引の数が多くなりますんでね。私みたいに1日にね、やっぱり多くて10回みたいなところではないと思いますんで、手数料、この、スプレッドの狭い FX 講座を狙うのが、ポイントになってくるかなと思いますよね。という前提を踏まえて、今回ね、舞姫大学のナミさんがね、ちょっと事件が発生したらしいんでね、その動画を動画概要欄から見ていただきたいと思います。じゃあ、どうぞ。